どうも中田ですさあ今日も早速参りましょうエクストリーム現代社会世界情勢2020編 ベイチュー。ありがとうございます。さあ、やってまいりました。世界情勢2020。こちらですね。やっぱコロナの後にですね、これどうなっていくのと。今どういう状況なのもう一度整理しとかなきゃいけないんじゃないかと。というのもやっぱり、今の世界情勢が見えないと見えない、未来が見えてこない。アメリカは中国はそしてイギリスは日本はそういうところが頭に入っていると、どんな職業の方でも、この次どう動こうこれが決まるわけですよね。さあ、今回の参考資料がこちら。 大前健一さんによるですね、世界の潮流2020から21というお話なんですね。まあ、この大前健一さんの考える世界のビジョンですよね。もちろん、大前健一さんが集めた情報および感覚、だから考えも入っているので、私としては、大前さんはこう考えてるよというところと、実際こうなんだよというところ、まあ、両方ともですね、あの、お話しできたらなと思います。まあ、こういう本、たくさん出てます、いろんな。 投資家目線、政治家目線、ね、ジャーナリスト目線、いろんなあ本が出ておりますけども、こういう本をですね、何冊か複数ですね、読むと面白いんですよ。 確かにちょっとね、感覚違うっていう人も、ところもあれば、いや、もうこれは間違いなくこうなるという共通点もある。それが見えてくると、あ、ここはこの人の感覚なんだな。これは結構みんなが思ってる未来なんだな。これが分かると面白いんですね。なので、私が前回ね、以前やりました、ね、あの、富山和彦さんの、日本の経済、えー、復興するっていう、そういう本だとか、あと、あたかさんのですね、新日本とか、あと比べてもかなり違って、 た日本の未来像を見ている方ですね。そのお話もしつつ、なんせ、米、中、イギリス。これ,これがどうなってるのこれ整理したいと思います。面白いです。さあ行きましょう。まずは、現在どうなってるか。大まかに見るとですね、衰退する欧米の民主主義という。えー、とええと、ね。我々。 でもうその学生時代やったのはですね民主主義というのは素晴らしい仕組みだねその上で欧米やはり世界のリーダーシップを握るのは欧米だこのマインドでずっとここ何十年かやってきたわけじゃないですかそれが衰退しているなぜかねまずはねもうキング・オブ・ワールドねリーダーシップアメリカ、ねまあ、日本とも相当密接のこのアメリカですけれどもこのアメリカが大ピンチそれはなぜかやはり トランプ大統領なんですね。このドナルド・トランプ、一体何がまずかったのか、これ整理できてますでしょうかねえ。アメリカファーストね、えー、ねえ。メーカ、ーメーカ、グレートアゲイン、ねえ。言って、ものすごい、こう、物議を醸しながら大統領になりました。その上で、いろんなことがあったんですけども、整理していきましょう。まず、トランプがやってしまった大きな、これ、毒。 これね、トランプヴェノム、トランプの出した毒ということで、この大前健一さんはまとめてるんですね。トランプは、ああ、大きな、いろいろなものをアメリカの大切なものをたくさん壊してしまった。毒づけ、毒に、毒に浸してしまった。 はい。そういうことを言ってる。その一つが、対中外交ですね。アメリカと中国がバッチバチであるということは皆さん何、いくつかの情報でね、ニュースとかでよく見ると思います。ハイテク戦争だ、貿易摩擦だ、いろんなこと言います。ただこれ、もともとはですね、 トランプの誤解から始まってるっていうふうにお前さん言うわけですよ。え、どういうことと。ね。確かに対中貿易は赤字だったんですね、アメリカ。ですが、それは、かつて日本がわーっと高度成長して、えっと、自動車とか家電とかをアメリカにバンバン売っていた時の、対日貿易赤字と一緒ではなかったっていうんですよ。 どういうことか。ね。その時、対日貿易赤字があった時っていうのは、アメリカから日本にプレッシャーをかけて、えー、輸出をそんなにするんじゃないとか、いろいろとですね、逆にこっちを、こっちからの、えー、輸入をね、あの引き受けろとか、まあ、そういうですね、まあ、圧力があって、日本と調整したという経歴があったんですけども、今回の対中外交、対中貿易赤字っていうのは、中国の商品を大量にアメリカに売ってたわけではなかったんです。何か。 アップル、iPhone ですよね。iPhone とかそういうアメリカのハイテク機器の部品を中国に外注してたんですよ。なので、その部品を輸入してるわけなので、中国の製品締め出すぞって言ったら部品を締め出すことになるから、これ損なんですよ。そこをうまく理解していないままに、 中国からの輸入に関税をドーンとかけた。それに対して中国も報復関税をドーンとかけた。そのあたりから対中外交はこじれていったんだよというふうに書いてあります。なるほどね、と。その上で、アメリカにとってこの三権分立、非常に大事な概念ですね。はい、司法、立法、行政がそれぞれ監視できる。それが政治の腐敗を招かない。こういうのがね、えー、まあ、確立されたわけなんですけれども。 それがですね、トランプによって脅かされた。さあ、どういうことか。ねトランプはですね、自分の意見に反対意見を言う人、そういう政府関係者とかをですね、バンバン首にしてったんですね。バンバン、それなんかたまにニュースで見ましたけども、もう、バンバン首にしてったんです。 その上で最高裁の判事とかもですね、定年すると同時にですね、自分がですね、保守派をバンバン指名するとかですね、そういう形で自分の意見に 賛同しない人間を全部放築して、全部をですね、自分のイエスマンで固めるというやり方で、えー、強引にやっていった。大統領令とかツイートとかでもう激しいですよね。もうとにかく物を言う大統領。もう、もう,もうね、審議とか、問う前にですね、全部自分で発信して、決めて、首にして選んでしまう。もう無茶苦茶だと。 いう風に、大前さん変えてます。はい。この三権無率、だいぶ脅かされてる。 もちろんですね、もうトランプはですね、もうスキャンダルまみれなんですよ。ね。えー、ロシア疑惑ありましたね。選挙の時に、え、外国からの支援を受けてはならないというところに違反して、ロシアと何かいろいろ密約を取った上で支援されて、え、大統領選に挑んだんじゃないかとか、まあ女性関係のスキャンダルとか、脱税関係のスキャンダルとか全部あります。そのマスコミがバン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 言うけれども、すべてがフェイクニュース。 ファイクニュース。すべてがまやかしだ。あいつらはもうおかしくなっている。そういうことをですね。ガン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 発信して、無効化していると。もうパワープレイ、もう無茶苦茶です。だからこそ、対中外交三権分立だけではなく、基軸通貨までぐらついている。さあ、皆さん、基軸通貨っていう言い方ね。世界史でもやりましたよね。えー、第二次世界大戦までは、ポンド、いわゆるイギリスの通貨ですよね。を軸にして、だから、1マルク何ポンドとかですね。 ドル何ポンドっていう形で、まあ、ポンドを軸にしてですね、価値をこう、こうね、やってた。なんでかというと、ポンドが一番強くて安定してた。そういう時代だったからですね。ところが、第二次世界大戦以降、ドルを中心になった。それが我々の時代ですよね。1ドル何円とかね、1ドル何バーツとかいう風に計算して、なんとなく、まあ、どっちが強いのという風に、どれぐらいの価値があるのという風に、その基軸通貨にしてるんですが、このトランプがですね、まあ、バン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 ツイートでですね、 まあ、その、これはこうする、あれはああだとかですね、過激なことを言うもんだから、基軸通貨であるところのドルの価値が乱高下しているというところも指摘されてるんですね。なので、アメリカはこのトランプ大統領を選んでしまったというツけを、これからものすごく払うことになる。ね、これはトランプが次の大統領選挙、11月でありますけれども、その11月の選挙で、もし仮に選ばれなかったとしても、 これをズタズタにしたという付けは簡単には支払うことはできないって言うんですよ。すごく厳しい話になってくるぞ。これはアメリカの民主主義のピンチだ。それと同じように、イギリスですね。イギリスにはね、ボリス・ジョンソン。イギリス版トランプっていう人がなりましたよね。その方がもうワンイシュー。一個のメッセージだけで成り上がった。それがブレグジットでしたよね。ブレグジットってのは EU からイギリスが離脱する。 それが何なのっていう授業は何度か私の YouTube 大学でやりましたよね。なのでそちらをご覧いただいてから続きを見ていただいてもいいんですけれども、ボリス・ジョンソンがやったことはですね、この EU から離脱するんだと。なんでか、ね。EU が足引っ張っとんねんとね。その上で移民に仕事を奪われとんねんと。まあそれはですね、まあトランプがまさにメキシコからの移民が 白人労働者の仕事を奪ってるメキシコとの間に壁を作れイスラム教徒たちはほとんどがテロリストなイスラム教徒一人もいれるな、まあ、それに近い形ですよね。EU っていうのは交通とか物流とか人材とかの移動をですね、まあ、スムージーにするためにやってきたんですが、そのイギリスね、まあ、イギリスはもちろんその EU でね、あの通貨はあの共通にはしてなくて、今度もまだ使ってるわけなんですけども、宣言協定でね、あの移動は自由に。 するということをやってたわけなんですがそれによっていろいろと移民が仕事を奪ってそういう空気を作ってですねブレグジットやったでもこのブレグジットこのあとイギリスに大ピンチをもたらすっていうんですよどういうことかまずですねイギリスってグレートブリテンおよび北アイルランド連合なわけですよねこれどういうことかイングランドスコットランドアイルランドっていうまあ言ったらバラバラの国の時期が長かったわけなんですよ ですが、それが、まあ、イギリス全盛期にですね、ギュッとまとめられて、まあ、そのグレートブリジェンね、ユナイテッドキングマン、キングダムになっていくわけなんですが、これ、イングランドは抜けると言ってるんですが、スコットランドやアイルランドの方では抜けたくないっていう投票の方が多いんですね。その上で、イングランドの同じ、イングランドにこうずっとね、こうコントロールされるのが嫌だっていう国民感情も、スコットランドやアイルランドにあるんです。なので、 ああ、そうですか。抜けるんですか。じゃあ、ということで、国内が分裂する。スコットランドやアイルランドが、いや、俺たちは EU のままでいたい。イングランドさん、さようなら。ここでの争いがまず起きることは、かなりの確率であるよ、言うわけですね。さらには、先ほど言った宣言協定ですね。物流とか人材、これ、自由にしてたのを EU 抜けますよってなった時に、すっごいややこしくなるんですって。 だから、それまで普通にスルーで通過してたトラックが通れないわけですよ。物流が通れないわけですよ。どうなるか。ね。まず、スーパーから商品が消える。ええー、なくなっちゃう。今まで届いてたものがですね、なかなか届かなくなっちゃう。さらに、人材の流入、流出、あります。ね。入ってこなくなり、ね。出やすくなる。によ、ことによって、医者。 ね、そういったお医者さんとかが不足したりする。大変なことになるだろう。混乱するだろう。だから宣言協定だけは維持したいって、イギリスはきっと言うだろう。しかし、e、EU と揉めるよねって話なんですよ。 要するに EU 側からすると EU をイギリスが抜けてイケシャーシャーとですね、後継気やってたらですね EU 俺たちも抜けますわということで他の人もやめるでしょだから EU としてはイギリスが苦しんでるところを見せつけなきゃ話にならないわけ。だから宣言協定なんかだけは OK にして物流人材は行ったり来たり OK よってやるわけがないっていうふうには書いてあるわけですよ。なるほどね。これ芸能界も一緒ですよね。 この事務所辞めてやったルンルンってね、もっと分け前が、あの、なくて OK になりましたわってなったら、ねそしたらいっぱい辞めちゃうでしょその事務所。だから干すんですよ。だから圧力かけるわけですよ。ねあの、あの人使うんだったら、あの、うちの他のあの、大物タレントを出しませんよ。その、あの、局とはね、仕事をさせないようにしますよ。これが干すってことですよ。ねだから、売れてるタレントが複数いて、えー、いる事務所だけが干すことができるんです。干すか干さないかっていうのは、そういうこと。 だけど、その事務所の力関係が強いのかどっちかもう手綱ですから、それは。ねもしかしたらイギリス大ピンチかもしれないねって言われてるんです。じゃあこの欧米に共通していること、2点あるわけです。この欧米に共通している2点、それはですね、ジャブジャブと金融緩和やってる。これはね、 金融緩和ってその金利を下げるわけですね。で、どんどんお金をするわけですね。で、マネーをですね、どん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 市場に、えー、満たしてですね、景気を良くしようという行為なんですけど、これはですね、非常に何っぽいですかこれ日本っぽいんですね。日本化現象が起きている。それが欧米でと。欧米はジャブ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 ,ジャブお金を吸っている。しかし景気が良くなりましたかなってないんです。 その上で、それを中央銀行が買い上げるってことをやってる。これね、ちょっと複雑だから分かんないって方いると思うんですけれども、市場にお金がすごい出回って、普通ならみんながですね、じゃあお金いっぱい借りていっぱい使おうってなる。しかし、この先の見通しが立たない場合ですね、お金をバンバン市場に流しても使わないんですね。 皆さんバンバンお金借りてバンバンビジネスやろうっていう空気ですか日本は。そうじゃないわけですよね。そうなった時にですね、もうお金だけが余っちゃってるので、それをですね、こう、こう中央銀行がですね、もう一回戻す。これがね、非常に危険だって言います。 これをしても大丈夫っていう理論が一個あるんです。それが MMT っていう理論です。これコメント欄でもよくですね、MMT 扱ってください。トレンドなんですね。これどういう理論か。モダンマネーセオリー、現代貨幣理論っていうもので、このモダンマネーセオリー結構びっくりするんですよ。ね。 その国固有の通貨を持っているのであれば、いくらお金をジャブジャブ吸ってもインフレにならないっていう。ええー、っていう。だってお金ジャブジャブするってことは、だって普通に考えてみればお金がいっぱいの価値は相対的に下がりますよね。だからインフレっていうのは、あのね、カートとかトラックで、 あの、タバコ一箱買いに行くんですとか言いながらですね、あの、札束を持っていくっていう、あの、スーパーインフレ、ハイパーインフレになった国の写真みたいな歴史でたまに見ましたよね。ああいう状態でですね、だから3億円でタバコ一箱買いますみたいな。っていうのは3億円っていう円の価値が暴落してるからですよね。だからジャブジャブ吸ったら、もう金はなくなるんですよ。お米も大量に取れたら価値下がりますよね。価格下がりますよね。 なので、希少価値の真逆を行くわけですから、危ないんですが、ですが、固有で通貨を作っている国に関しては大丈夫だっていう理論なんです。ええー、と、だから日本大丈夫なのとでも違うんですよ、この理論とね、あの、あの、その証明が逆なんですって、大前さん曰く。MMT の証明はなんで証明されてるかって、日本が大丈夫でしょって言ってるんですよ。 日本が大丈夫でしょジャブジャブ吸ってんのに破綻してないでしょハイパーインフレなってないでしょデフレのまんまでしょはい、大丈夫。えこれなんですね。これでいけてる。でもちょっと待ってってお前さん言ってるんですね。この MMT 理論日本大丈夫。これ、からくりは何かと言いますと、実はですね、日本人、投資とか購買に関してむちゃくちゃ消極的ですよね。 お金を稼いだら必ず貯金する。こういう教育の時間が長かったんですよ。なので、バンバン消費したり、投資したりっていうことに、めちゃめちゃ国民が消極的だっていう気質を持ってるんです。だから、お金持ちでも銀行にたらふくですね、お金を預けたまま死んでいくということをやってくれてるから、今成り立ってるだけ。ジャブジャブすってインフレになってないのは、そういう国民の超 低欲望社会気質だって言うんですね。だからこれ他の国で続けたら、これインフレになりますよ。危ないよ。だからアメリカもイギリスも危ない状況に差し掛かってる。もちろん日本だって、それがいつ崩れるかわからない。MMT なんてものを信じてたらやばいよ。こういうことを言ってます、お前さん。はい。その上で、これ経済の理論ですね。その上で政治ですね。政治。これはね、民主主義。民主政治が、 やばいことになってるって。どういうことか。ね。どこででもですね。この国、ファーストで行く。自国第一主義の政治家がやたらと乱立してるっていうふうに思いません思いますよね。アメリカファースト、イギリスファースト、自国第一主義なんだ。他にも、もう激しいことを言うですね。えー、もう煽りに煽って、うちの国がなんとかならなきゃっていう、 大統領ばっかりになってません昔みたいにですね、国際協調、国際平和を訴える大統領が少なくなってきてると思いませんかこれはですね、民主主義が陥りがちな罠なんですって。修具政治って言うんですよ。ポピュリズム。ね、これは要するに、民衆というのは大いにですね、操作されやすいもんなんだ。その時の空気に流されやすいもんなんだ。そういうことですよね。 実は民主主義って何度も崩壊してるんですよ。歴史を見れば変わかる。それ何かギリシャだ。実は民主主義って最近作り上げられた素晴らしい政治システムのように思えますが、あの都市国家ポリスですでに行われてたんですよね。ですがその後ローマ帝国が来るわけですよ。なんでなんで民主主義は負けた修グ政治に陥ってしまった。そうですよね。ギリシャで流行った商売って何ですか演説家なんですよ。 演説の塾をですね、演説家が開いて、さあ君たち、皆さん、なんとかなんとかだって言ったらですね、民衆がうわーっと言う。だから中身がなくても民衆を酔いしれさせることができる演説家が国を滅ぼした。これと同じことありませんでした。世界史上最悪の状態。ヒトラーですよ。あれって、ドイツをですね、帝国から民衆化させたんですよね。ワイマール。 ワイマール憲法という非常に世界最高に民主的だと言われる憲法を作り、その中で民主政治を徹底的に推し進めた結果生まれたのがヒトラーなんですよ。ギリシャにおいてもドイツにおいても素晴らしいと言われてた民主主義は往々にしてピンチとカリスマが現れると修具政治に陥ってしまう。 これが最も怖いところなんですね。じゃあ、この民主主義じゃなければ先進国じゃない、経済発展もないと我々が思っていたのはあくまでも歴史を忘れていた上での思い込みだった。それが今トランプやジョボリス・ジョンソンによって証明されているじゃないか。その結果、欧米は今衰退している。 イギリスはもう EU にも綱弾きにされ、えー、ヨーロッパの経済の中心ではなくなるだろう。アメリカももうその傷跡に苦しめられ世界の中心ではなくなるだろう。じゃあどこが引きるんださあ来ました第2章。台頭する中国の新帝国主義。すごいですね。新帝国主義ですよ。まさかこんな言葉が出てくるとは。恐ろしい言葉です、帝国主義。ね。 中国、東南アジア一帯一路なのであればそれにうまく乗っかる国家を目指そうって言うんですよこれ「新日本とだいぶ違うよね。もう一度日本はナンバーワンになれる」っていう本確かに今売れてるでもこういうシビアな意見もあるんですよどう思います